趣味で中華ガチャットを研究している小原でございます。今日はナッシングフォン 2A ですね。2A というとなんか大学の授業の名前みたいですけれども、そういったスマホをレビューしていきたいと思います。で、総評としてはですね、もう皆さんご存知かと思いますが、見た目の癖は強めかと思います。ただ、中身の癖もね、それ以上に強いというのが私の召喚でございます。なんで、購入はね、まあ正直、はおすすめはできないのかなとは思います。 まあただ、面白いスマホであることは間違いないというか、まあなんかスマホの多様性のね、幅の一つ一ついやいや、いい役割をしていると思いますので、今回ちょっと紹介しようと思います。で、もちろんね、これどういったスマホかというと、もうこの動画を見ている時点でご存知かと思います。まあ、ナッシングというちょっと、えー、変わったブランドですね、がございます。一応発祥というか、あの、所在地はイギリスではあるんですが、OPPO の技術者の方が、 あの、なんか独立して建てたメーカーみたいな感じですので、ちゃんとこう、あの、一通りできた感じなんじゃないかなと、本格派というか、いう感じなんじゃないかなと思います。で、特徴としてはこれ今3代目なんですけれども、3代。 通じてですね、スケルトンボディとなっております。ちょっとパンクな感じ。で、かつ、光るというのが特徴ですね。で、例えば、まあ、光るところの、まあ、あの使い道としてはですね、動画を撮るときに、動画、まあ、写真でもいいんですけれども、リングライト的に使えますよ、みたいな。こうやって、グリフフィルライトというものをオンにしますとですね、こういう感じで、あの、リングライトとして使えます。まあ、ちょっとね、これで動画を撮っていきたいと思います。 はい、今、ナッシングフォン 2A で、えー、動画を撮っております。多分、こう、リングライトのおかげでいい感じに撮れてるんじゃないかなってというころで、えー、ナッシングフォン 2A の概要をお話ししようと思います。えー、まず、特徴としてはですね、53,800万円ということで、まあ、比較的値段を抑えられてるんじゃないかなと思います。でその中でスペックがですね、まあ、SOC に関しては Dimensity 7200 Pro ということで、例えば、あの、レ e d m ー n 13 Pro プ Plus プとかですかね、シャオミのやつとか、シャオミ1 3 t とかとちょっと、まあ、完全に同じではなかったと思うんですけど、まあ、近いぐらい、 soc のクラスなってます、まあ、そういう意味で、ただの色物スマホではなくて、少なくとも SOC はちゃんとしてますよと。そして、なんと今回はフェリカも対応してます。で、これね、私ちゃんと使ったんですけれども、あの、問題なく使うことができました。まあ、大抵メーカー初めてのフェリカ対応っていろいろ不具合が、なんか、シャオミとかもちょっとあった、不具合チックなところがあったんですけれども、あの、ちゃんと使うことができました。そして、充電に関しても 45W で、えー、充電の,あの容量ですね、に関しても5000、 5000ミリ、ah、アンペアアワーということで、まあ、スペックだけ見る限りだとだいぶちゃんとしてるなっていう印象があるじゃないですか？ えー、あとは、ま、注意点としてですね、物理シム。まあ、これ二つと、えー、なっておりますので、まあ、そこはまあね、最近だと、えー、物理シムと e シム一つっていうのが一つずつっていうのが多いと思うんですけど、まあ、そこはちょっとね、特徴にはなってくるんじゃないかなと思います。こんな感じで、スペック的にはね、なかなかいいんじゃないのほんとピクセルだとか、モトローラの H40 とかよりも下手したらいいんじゃないかって思うかもしれないんですが、やっぱりね、ちょっと癖が強かったりとか、あとはやっぱりどうしてもこのコンセプトにコストがかかってるんで、性能的にね、実際に使ってみるともう 足りないなといいいいととううここがいくつかあるんですよよねそこに関ししてお話をしようと思いますまずその癖強いポイントで言いますと、あの、形状とかサイズですね。これがでかくて角張りとなっております。6.7インチぐらいありますかね。で、かつこの角張りフラットなんで、まあ相当持ちにくいのかなとは思います。まあ例えば極論ではありますが、モトローラの H40 ですね。と比べると完全に分厚いですし、まあ丸みもない。 ってなってくると、本当に iPhone14 Pro Max とか13 Pro Max と15 Pro Max とか、その辺ともうほぼほぼ同じぐらいの 持ちにくさになってくるのかなと思います。まあ、強いて言うと大きさの割には軽いので、まあ、iPhone その15 Pro Max 的な感じ、15 Pro Max もなかなか軽いと思うんですけど、まあ、それぐらいのイメージで使えるっていうのはいいです。ただやっぱりね、この角張りっていうことで、ちょっと若干こう手に引っかかる感じありますから、操作性という意味ではあまり期待できないんじゃないかなと思います。そしてその次がシャッター音でデカすぎ問題ですね。まあ、これちょっといろいろ説明しなきゃいけない内容あるんですが、とにかくでかいと、一旦やってみますね。あ、これ、すいません、動画でしたね。 はい、はい、これだいぶやばいっすよねもう甲高い音と。 これ特にちょっと静かめなレストランとかでやるとね、もうなんかいろんな人に見られちゃうんじゃないかっていうレベルとなっております。もちろんこれなんか修正予定というのは日本版だけちょっとなんか不具合的なもので、えー、かなり大きくなってしまってるみたいで修正予定みたいです。まあただやっぱりね、その先ほど結構問題としてはクリティカルであるっていうのとあとディメンシティのチップなんでディメンシティエンジニーリングモードっていうもの,ものであの端末によっては消すことできるんですねシャッターを。ただそれもね、塞がれてしまってるみたいでできないという いうのが実態で、ございますで次、どんどん行きますが、まあ、癖と強さって意味だと、このデザインですよね。これは、まあ、確かにそうですね。デザインというと、人の好みもあると思います。まあ、実際 iPhone でも結構ケース、癖強いデザインの使ってる人って結構いるじゃないですか。それと同じようなものだと考えれば、まあ、あそのスマホの多様性の一つということを考えることができます。まあ、なんで、例えばこれ使ってて、お前人からどう見られてるのか考えろよみたいなことを言うほどではないとは思うんですけれども、まあね、やっぱり、ね、どうしても癖強い人を選ぶ っていいいいいうのは間違いなないなんじゃないかなと思いますそして次ですね。カメラも、まあ、これ悪くはないんですが、やっぱりね、他のモデルと比べると物足りないんじゃないかなと思います。ということでちょっと作例をお話ししていきます。まず気になったのが夜景ですね。これ UI 的には、あの、夜景モードがあるっていう感じではなくて iPhone みたいにこう自動検出していくタイプになっております。夜景モードないんですよね。そういった意味でなんか夜景モードにいちいち切り替えないといけ,あのいけないっていうのはないっていうのはいいんですが、実際撮ってみるとですね、えこんな感じでちょっと と、無理やりこう明るくしちゃってるなっていうのがあると思うんですよね。例えば、元エッジ4 0と比較してますけれども、それかなり目立つと。 で、かつ、超広角になると、さらにこう、色合いが変になってしまうというのはありますね。今、こちらの桜ですけど、まあ、モトローラのの話でも、ちょっと暗すぎるなというのはあると思うんですが、それ以上にナッシング変な明るさ出ちゃったりとか、もう、色合いも明らかにおかしくなっちゃったりっていうのがありますね。で、こちらの夜景に関しても、まあ、そんな感じかと思います。まあ、これはね、そんな悪くはないと思うんですが、やっぱりモトローラの方が、比較的こう、明暗さ出てて、なん写真として、なんかいいのかなとは、個人的には思いますね。で、こちらの、まあ、桜の提灯も同様です。モトローラの方が ちょっとあのメリハリあって、あの綺麗に見えるというのがあります。はい、次グルメですが、マナッシングは比較的こう。シンプルというか、あんまりこう加工してもらわないっていう点では？ いいのかなとは思います。まあ、ただやっぱりボケ感とかはもうちょっと欲しいのかなとは思います。センサーサイズ的にそこまでいいのを使っていないというのがありますから、その結果、そうですね、ボケ感なかったり、ちょっと足りなかったりとか、ちょっと色が、あの、絵が単調だったりっていうのは、えー、否めないのかなと思います。まあ、ただ、センサーサイズちょっと小さ比較的小さめっていう関係で、その、まいいのか悪いのか分かんないですけど、寄れるっていうのはありますね。こんな感じで、モトローラだとかなり寄れないっていうのはあるんですけども、それに対して寄れると。でかつ、こんな感じで、お花を 撮ってもです、ね、まあこれ好みの差あるかと思うんですがナッシングの方がこうシンプルにあまり盛りすぎて撮れてるっていうのはいいんじゃないかなと思います次動画に関してはやっぱり高学式テーブル補正入ってることもあってまあなかなかいいかなとは思います 1080p30fps で動画を撮っておりますこんな感じであの標準レンズですけれどもまあ超高角の方がもしかしたら良かったかもしれませんということであの桜ヶ丘ですね、はい 若干桜は落ちつつありますし今、ちょっと雨降ってるんでもしかしたらレンズが問題発生しちゃってるかもしれませんが状況としてはいかがでしょうかこんな感じです、まあ、ライトアップされてることもあって非常に映えますよね、はい、いい感じなんじゃないでしょうかさすがですねもう桜が丘っていうの,これはのまさにこれのことですよねここの地名の桜が丘っていうんですけどね でまあ、実際に、ね、花がだいぶもう落ちちゃってるんですけれども、ちょっとピンク色のライトアップによって補正をするという、そういうすでかつ、そうですね、モトローラの超広角の動画は特にあんまり良くないんですが、まあ、超広角に関してもしっかり手ぶれ補正も効いてますし、こう最低限のクオリティで撮れてるという意味ではいいのかなとは思いました。 ま価格の広さとかあの画質っていう意味でもね、まあ、そういう意味でやっぱナッシングはピクセルとか iPhone ライクな感じですよね中華系のメーカーはですね元シャオミ Oppo とかそうですけどミドルレンジはもう標準レンズ一本勝負みたいな傾向がかなりあるんですよねただピクセルとかはそういう感じじゃないと思うんで、まあ、そういう意味で、えー、まあピクセルとか iPhone っぽいのかなっていう感じでございます。まあちなみに動画ですね、4K 30fps までしか撮れないので、そこは注意が必要なのかなとは思います。まあ特にミドルレンジだといずれにしても 4K よりは 1080p で撮った方が、なんか色合いとか、あの、フォーカスとか精度良かったりするので、まあそっちの方がいいのかなと思いますが、まあ一応ね、たまにそれ、4K 60fps にこだわる人もいるので、注意してもらった方がいいかなとは思います。 で、次、動作感ですが、ま、これはそうですね。あの、普通の、ま、ミドルレンジと比べて、ま、同じぐらいなのかなとは、え、思います。こんな感じです。今、モトローラ H40 が、え、右側にやってますけれども、ちょっと動作比較を行っていきたいと思います。重めの番組表ですね。ま、ほぼほぼ同じと。そうですね。ただ前ちょっと確認した時に、ちょっとえ、え、ナッシングはなんか重い感じがあったんですよね。ま、これはちょっと気のせいかもしれませんが。あれれ まあまあ、うん。いろいろちょっと動作の違いありますが、まあ誤差の範囲内なのかなとは思います。J リーグ。はい。ちょっと今まだ完全に終わってなかったですが、ちょそうで、まあ通信状況ですかね。当然同じ Wi-Fi につないでいる想定ではあるんですが、ちょっといろいろ、あの、関係、もろもろの事情あるかと思いますので、今、見る限り、モトローラの方が若干早い感じありますが、ほぼほぼ同じと考えていいんじゃないでしょうか。 まあでもそうですね、モトローラーの方がやっぱ早いんですかね。番組表はさっき見たとき同じ感じだったんですが、ちょっとね、なんか動作感、ピュアアンドロイド系の割には若干不安が残るかなっていう程度だと思います。そして最後微妙だった点は UI ですね。あの、ナッシングは一応あのカスタム系の UI 積んでおりますが、ちょっといまいちな点があります。まず一つあるのが Google ですね。これがホーム画面から消せませんよというのがあります。あとはこれドローアー潰しというか、ドローア強制なんですね。なんで、このホーム画面にこう 全部のアプリを表示して、ドローアーをなくすっていう設定ができないというのは少し残念なのかなと思います。まあ、もちろん外部のランチアプリ使うよとかっていうのはあの手段としてあると思うんですが、それだとちょっとナッシングの,あのいいところなくなっちゃうというか、そもそものコンセプトを失われちゃうんで、そこはちょっと微妙なのかなという意味で、ちょっともうちょっとここは改善してほしかったかなと思いました。 ただ、まあ、ナスティング一応ね、そういったなんかコンセプト系のスマホではありますので、面白い機能があります。まず最初お話ししたいのが、ディスプレイですね。これ色温度自由に調整することができます。このカスタマイズ性の高さはいいかなとは思います。色温度こうやってバーでこの、 自由に連続的に調整できると、多くのスマホだとそもそもできなかったりとか、あとはこう、なんか2段階とか3段階でしかできないっていうスマホもいくつかあるんですが、それと比べるといいのかなと思いますし、あとはショートカット起動ですね、電源ボタン2同しでアプリをこう起動させたりとかっていうのも可能です。これも、まあ、できるスマホ当然あるわけなんですけれども、できないスマホもあるので、そこをちゃんと押さえてるっていうのはいいんじゃないかなと思います。なんかペイペイとかね、起動するのもいいと思いましたあとは3本指でこうスクリーンショットですね、これもちゃんと聞くことができ、 でさらにですねピュアアンドロイドと比べていいのが、えー、w i f i 切るボタン用意しておりますそして、えー、SIM カードの切り替えもしやすいというのがいいところだと思いますねこんな感じで結構楽に、えー、切り替えることもできます そして、ロック画面のウィジェットとか、え、置くこといろいろできるんです。これもなかなか iPhone みたいで面白いですよね。天気ウィジェット置いたりとか、っていうのもできます。まあ、ロック画面なんてそもそも指紋で一発解除しちゃえばもういいって話ではあるんですが、まあね、ちゃんと、あの、そういったなんか面白い機能を用意しておりますよと。そして、AirPods のサポートという謎の機能もあります。で、これはですね、なんか、あの、Bluetooth の設定のところでブ、あの、AirPods だけこう独立して、なんかバッテリーの状態とか接続状態を見れるみたいな感じです。まあ、これも面白いですよね。 まあ、ただ、こういった面白い機能が、こう、バンバンアップデートで追加されるのであれば、テスト機能みたいですね。あの、シャオミみたいとか、ファーウェイみたいで面白いかなと思うんですが、まあ、そこまででもないんですよね。大体これで、初代のナッシングフォンからあった機能が、まあ、そのまま引き継がれてるという機能感じなんで、もうちょっとこれアップデートガンガンしたら、こう、スマホとしてなかなか面白い、えー、急にこう、なんか上位に上がってくるスマホなのかなと、個人的には思います。まあ、アップデートとかって多くの人にとってはそんな興味ないと思うんですけどね。あとは、アニメーションに関してもなかなか面白くてですね、画面を オフした時のこれ、アニメーション分かります。こうなんか電源ボタンを中心に。 え、こう、じわっとね、起動したりとか、閉じたりとかっていうのもありますし、あとはトグルの調整とかのアニメーションも面白いですね、これ。どうですこれもなかなか凝ってていいんじゃないでしょうか。こういう遊び心があるのも、まあ、いいポイントではあると思います。そして、いい、もっといいのがですね、バッテリー持ちやっぱこれでかいっていうところの、まあ、あの、メリットデメリットと裏返してもあると思うんですが、バッテリー持ちはめちゃめちゃ良かったです。具体的に言うとアコースセンス8とか、それ、並みですね。 下手したらそれよりもいいんじゃないかっていうレベルです。なんで、相当ハードに使っても1日は絶対持ちますし、普通に使用用途であれば2日とかは全然持つと思います。そして最後良かったのが、まあディスプレイですね。これもなかなか良くてですね。えっと、まず、まあこれカメラ、どちらかというとカメラの問題かもしれないんですが、あの、HDR 機能 X みたいなやつがあります。これ見るとですね、ちょっとこれ、 画面表示するときに変わってるのはわかりますかねで、これで、まあ、特にナッシングで撮ったやつに関して、ナッシングフォンで見ると、えー、かなりいい感じに映るというのがあります。すみません。さっきの写真は別の端末で撮ったやつなんでなんですけど。 これ今、表示すると若干色変わるの分かりますかこれがおそらく、えー、その HDR の特殊な規格みたいなやつに対応しておりますので、こう、ナッシングで見るとよく見えるみたいなのがあります。で、かつ、当然ね、画面軌道に関しても1200ニッツっいうことで、スペック的にも実際見た限りでも、まあ、ミドルレンジの中では相当いいです。えー、カラーとしても10ビットカラーで、かつ、あのー、あれですね、ちらつき防止に関しても、あの、シャオミの 13T 無印とほぼほぼ同じぐらいの性能になっておりますので、鮮やかさ、 見やすさととともももにに結構優れてるななな、まあ、スペック的にも実際私が使った限りででいいいのかなと思います、まあ、なので映像コンテンツ見るよとか、あとなんか電子書籍とかそういう雑誌とかをこうスマホで見るっていうのもあの全然不可能ではないんじゃないかなという感じがしました。バッテリー持ちに関しては大体今どのスマホもいいですし、まあ、ディスプレイは例えばシャオミ 13T とかも、えー、負けず劣らず、多分おそらくディスプレイの性能はシャオミ 13T の方がいいですかねっていうところを考えると、おすすめはしにくいんじゃないかなと思います。 なか,なかでかいでいいすすねっていう総評になります最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今後また機能とか追加されたりとかあとシャッターオンですね。シャッターオンどうなるかアップデートによってどうなるかっていうところによっても、まあ、総合的な評価というのは変わってくるかとは思うんですがまあそんな感じとなっております。あのアップデート情報あったら、えー、動画でお送りしようと思っております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ここのチャンネルでではこんな感じであのガジェットとか え、ガッと、ま、スマホですね。要は、スマホのレビューとか、あとアップデート情報とかもいろいろ重視してお送りしておりますので、そういうの興味ある人はチャンネル登録して待っておいてもらえればなと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。